はい、どうもめちゃねです。本日私はですね、こちらのですね、レゾナンス台北タペストリーコレクションバイヒルトンさんをですね、チェックアウトしまして、これからですね、 W 台北さんの方にね、 Uber を利用してですね、向かっていきたいなというふうに思います。今日ね、大晦日なんですけど、まあ台湾に関してはね、大晦日はね、まあ特に関係ないみたいな感じですね。はい、ということで、まあ Uber がね、来たらこのまま W 台北さんの方に向かっていきたいと思います。行ってまいります。タペストリーコレクション、はい、ということでね、 W 台北さんの方に到着いたしました。いやー、めちゃめちゃね、にぎわってますね。で、チェックインにつきましてはこちらでね、10階の方に上がっていきたいと思います。はい、いやー、めちゃめちゃにぎやかですね。はい、ということでね、楽しみになってきましたね。これからチェックイン手続きね、向かっていきます。お、はい、こんな感じでオブジェがあってね、お、チェックインの列がめちゃめちゃ混んでます。はい、今ね1時半過ぎですけどもね、チェックインの列が本当にえぐいので、このままね、待ちでチェックイン手続きを行っていきたいと思います。はい、ということですね、無事にチェックインが完了いたしまして、めちゃめちゃね、おしゃれなお部屋ですね。まあ、30分ぐらいで今ね、チェックインがね、できたんですけど、今日はね、まあ特にもう満室なんでね、アップグレードはないですけど、25階のね、お部屋で、明日の朝食は8時半で一応予約をね、取らせていただきました。楽しみです。はい、ということでね、こちら25階のお部屋ですけど、めちゃめちゃね、いい感じですね。はい、廊下なんかもね、非常に、いい感じでございます。ということで、本日はこちらのね、2501ということで、ちょうどね、今荷物もね、届きましたので、はい、 Thank you。 はい、じゃあね、お部屋の方に、ね、入らせていただきましたけど、まあこんな感じのね、お部屋となっております。はい、めちゃめちゃね、いい感じですね。テイ君どんな感じ？じゃあ靴脱ごうか。はい、まあ、こんな感じで、もうバスルームなんかもね、こうやってね、目がけられる感じなんですけれども、はい、まあ、こんな感じのお部屋ですね。で、これ玄関ですね。はい、いやー、なんかいい感じじゃないですか。しかもなんか角部屋だと思わなかったんで、最大限のね、あのアップグレードというか、配慮をね、していただけたのかなというふうに思いますね。はい、いい感じです。じゃあね、お部屋、見ていきましょう。はい、ということでですね、本日のお部屋、ちょっとね、暗くて見づらいんですけれども、エレベーターホールから上がって角のね、お部屋となってます。非常にこれだとちょっと見づらいですね。で、入っていただいて、右手主電源とかね、入り口の、スイッチ類があって、はい、正面こんな感じですね。はい、もうレイ君は自分のね、ポジションを取ってますけど、で、左手がですね、収納スペースとなってます。はい、収納スペースね、このように開けていただくと、まあ、こんな感じでアイロン台、アイロンがありまして、で、クローゼットですね、はい、こんな感じでございます。そして荷物ね、置く台があって、この下にはセキュリティボックス、はい、セーフティボックスがございます。結構ね、広いんですよね、お部屋ね。はい、で、常備灯があったり、聖書があったりね、しますね。で、足元の方には、こんなところになんか LG のね、はい、なんかブルーレイレコーダーなのかな、プレイヤーかな、置いてありますね。そして W ホテルのスリッパでございます。ちょっとね、開けてみましょう。まあ、外からね、今触った感じでもかなり、ふわふわの柔らかい感じしますね。はい。あ、面白い。こういう感じなんですね。
なんかね、紐があって縛られてる感じではないですね。はい、こんな感じのスリッパ。特に W とかはね、書いてないですね。なんか書いてあるのかなと思ったんですけど、特段書いてございませんでした。はい、これがね、スリッパという感じです。そして、一旦ね、閉めて、右側には何がありますでしょうか。バスローブ。はい。バスローブもね、すごいふわふわっていう感じではないんですけど、こんな感じで。W のロゴはなんか特に見かけないですね。はい。こんな感じでございます。で、こちらに荷物ね、置く。広げていただくとね、荷物を置ける台がね、ございますね。はい。そして、こちらの右手がね、洗面台と、お風呂という感じになってますね。そしてお手洗い。はい。こちらウォシュレットで、これは、自動で開く感じのね、ウォシュレットになります。トイレットペーパーはね、そのまま流していただいてね、問題なさそうですね。で、ウォシュレットこんな感じになってます。ガラス台ね。はい。で、ここにスイッチ類があって、バスローブがね、1個あるという感じです。で、バスタブ、こんな感じですね。はい。このね、木の感じ、開けていただくとね、向こうの部屋も見ていただくことできますし、角度を変えればね、目隠しにもなるといった感じでございます。はい。で、タオル類。これは何なんでしょうね。これは何なんだ。なんか不思議なものがありますね。なんか引っ掛けるのかな？アクセサリーとか引っ掛けるのかな？はい。で、タオル類。グラス。で、スキンローションだったりとかね、お水が、ございます。いやー、やっぱりね、色合いがめちゃめちゃおしゃれじゃないですか。ね、こんな感じです。で、ドライヤーがございます。ドライヤーもね、ちょっと開けてみましょうかね。はい。ちょっとカメラ置いて、ドライヤー開けますと、あ、これもスミス製ですかね。はい。あ、フィリップス製か。フィリップス製になってます。多いですね、台湾。先ほど、チェックアウトしたタペストリーコレクションも確かにこれだったかなというふうに思います。はい。収まんなくなりましたね。とりあえず、こうしておきましょう。はい。で、こんな感じのね、洗面台。まあ、洗面台は1箇所ですけど、おしゃれで十分じゃないかなと思います。足元には、ゴミ箱ですね。スペース特には何かあるわけではございません。はい。で、シャワールーム、緑でね、いい感じですね。レインシャワーとハンドシャワーがね、あるタイプという感じになっております。はい。で、アメニティは、ももですね。これ結構ね、好きなんですよね。はい。ここにね、置いていただくことができたりします。で、こちらは、はい。ここはね、温度設定なんですね。上が、どうやってやるんだろう。これは、難しいぞ。どうすんだ？押す？出し方がよくわかんないぞ。これを、引っ張って、回しても、なんかね、水が出てきそうな感じなんだけど。こうか。そういうことでね。はい。で、角度を変えるのか。OK。これを引っ張れば普通に出てきましたね。で、これを多分押すとなんかね、切り替えができると。まあ、水圧は申し分ないのかなと思います。いや、ドキドキしました。はい。じゃあね、リビングスペースの方に向かっていきたいなと思いますけど、左手、はい、こちらがですね、ミニバーだったり、テレビだったりね、テーブルがあって、非常にいい感じですね。はい。で、こちらね、はい、お水。こちらの大きいエビアンに関してはね、有料となってますね。で、よくあるシェーカーですね。で、ここら辺もね、有料。はい。値段がね、もうついてあるんで、わかりやすいですね。はい。これもなんか、袋みたいなやつかな。はい。ここら辺もね、有料となっております。はい。で、足元でゴミ箱があって、ここら辺はね、収納は空ですね。ここも空。で、ここら辺に BOSE のね、ワイヤレススピーカーのなんかありますけど、ね、BOSE ってなってるけど、どうやってやるんでしょうね。はい。で、テレビ LG となってます。まあ、そこそこ大きいですかね。55とかありそうな感じですかね。
はい。で、インルームダイニングのね、メニューだったりとか、まあ、800とか300とか、まあ、そんな感じでありますけど、まあ、一通りね、頼めそうな感じでしょうかね。はい。そして、アプリだったりとか、ちょっとしたね、おしゃれ本ですね。はい。いい感じです。で、ウェルカムアメニティでなんだろう、これ、めちゃめちゃ大きいパンケーキみたいな、マカロンみたいな。すごい、すごいですね。ね、後で食べましょう。で、アルコール消臭、消毒スプレーだったりとか、ペンとかね、ございますね。はい。で、ここら辺、電話機だったりとか、照明ございます。テイクまだ置いといて。で、ここら辺にね、コンセントが2箇所と、USB-A、HDMI、オーディオ等のね、コネクタがございます。テレビはなんかあれですね、もう横出てるから、HDMI とか余裕で挿せそうな感じしますね。でもさっきのところに挿せば良さそうですね。はい。で、ここら辺にはね、レイ君がウサギさん乗ってるって気づきましたけど、すごいですね。はい。まあ、こんな感じで、電気ケトルだったりとか、アイスペール、マグカップ。はい。で、こんな感じで、コーヒーとかでしょうかね、これ。はい。で、紅茶がね、TWG という感じになってます。紅茶はそうですね、なんかネスプレッソマシーンとか特にないんで、これでね、多分ドリップして、飲んでくださいという感じかな。で、ワインオープナーがね、はい、ございます。こんな感じですね。で、コンセントがこちらに1箇所という感じです。ここは冷蔵庫ですかね。はい、こんな感じですね。これも、まあ、特にフリーっていうわけではなく、有料という感じでしょうか。あ、で、BOSE のね、音量、このスピーカーなのかな。ここにある、すごいですね。で、ここら辺も引き出しがありまして、コントローラー類。ね、すごい。こんな感じでございます。HDMI ですね。いいですね。LANケーブルもございますね。はい。で、レイ君がもうね、すごい陣取ってます。私のものはここに、みたいな感じにね、してますけど、これレイ君ね、嬉しいでしょうね。自分の陣地みたいなね、秘密基地みたいなね。はい。で、足元はね、こういうライトで、非常におしゃれですね。足元？ね、足元のここのライト。ね、綺麗だね。はい。で、電話機があって、ここに USB-A とコンセントがね、1箇所。そして、スイッチ類がね、あって、お水が2本ありますね。で、JBL のワイヤレススピーカーとかがございます。そして、なんかね、お盆がありますけどね。はい。そんな感じです。ちょっとね、これを開けてみましょうか。今日ね、あいにくのね、天気なんですけど、どんな感じのね、眺望なのか。はい。ちょっと見てみたいなと思いますけど。はい。これ、隣のマンションなのかな？めっちゃ高いですね。目線なんかめっちゃ気になりますね、これ。オフィスビルなのかな？何なんでしょうね。ほら。めちゃめちゃ高いです。ね、まあ、本当にね、残念なことに、こちらのお部屋からはね、台北101は、見ることはできませんけど、まあでもね、25階で、素晴らしい眺望ですね。はい。まあ、ね、しょうがないかなと思いますけど、非常にいいお部屋です。で、ベッドのね、パネルもなんか白で、いい感じじゃないですか。で、こちらの方にも、もうね、なんかアイスペールみたいなのもこっちにもあって、お水がね、2本あって、USB-A のコネクターとコンセント。こっちにもコンセントと、照明のね、コントローラーがございます。ここは特にないかな。はい。で、ここら辺はね、こうやって角度をね、変えていただくことができて、お風呂をね、見たり、見なかったり、できるというふうになっております。面白いですね。はい。本日はね、こちらの、ワンダフルルームですね。今日はね、なんと大晦日で、一泊するとですね、ワンダフルルームも、このマーベラススイートも、およそね、26万円。そして、タワーがね、見えるですね、お部屋、スペクタクラールームに関しまして、台北101が見えるお部屋は、約ね、46万円という感じですけど、まあ、今日はね、マリオットのポイントで6万ポイントで、一泊させていただいているという感じです。まあ、レイ君ね、すぐやっぱこういうふうにやりますよね。本日はね、このお部屋で一泊過ごさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。はい、ということでですね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。
はい、速度出ました。ダウンロード下りが 23.55Mbps、 アップロード上りが 29.85Mbps となってまして、まあ、通常の、ね、利用であれば問題はないですけど、ライブとかだとちょっと、ね、不安定かなと思います。今日ましてはね、大晦日ということもあってですね、カウントダウンパーティーなんかもやってますんで、結構心配だなと思います。で、今ね、LANケーブルもついてるので、 LANケーブルの利用もさせていただいてるんですけど、ちょっとね、うまく接続できてないので、夜のライブにつきましては Wi-Fi だとちょっと不安定になる可能性あるかなということで、ちょっと心配ですけど、通常利用では全く問題ないのかなと思います。はい、ということでですね、本日こちらの W 台北さんの方にね、お邪魔させていただいております。まあ、2種類ね、カードもいただいてて、めちゃめちゃね、おしゃれです。はい、いやー、もうね、お部屋見ていただいた通りですけど、本当にね、まあ、ワンダフルルームの、これがね、オーソドックスなお部屋、でございますけども、非常に、おしゃれですし、広い。うん、めちゃめちゃいいですね。で、本日はですね、先ほども申し上げた通り、このワンダフルルームですらですね、まあ、通常のね、スペシャルデーっていうこともありますけども、日本円でね、26万円。マーベラススイートとかでも26万円。で、マーベラススイートのね、もう一個下のスイートが、台北101が見れるんですけど、そこのね、もう価格は見えなかったんですけど、スペクタクラールームっていうね、台北101を望めるお部屋ですらですね、マーベラススイートを越すね、40万円超のお部屋という感じでございます。いやー、すごい。まあ、これはね、やっぱり、台北101のね、カウントダウン後のハッピーニューイヤーの花火をね、見たいという方がね、予約を取ってるんじゃないかなと思います。まあ私もね、その一人でしたけど、まあその願いはね、叶わず、お部屋からはね、難しいのかなと思います。まあただね、あいにくちょっとね、曇っててですね、結構ね、台北101もガスってたので、夜も見れるのかなってちょっと心配な感じはありますね。煙とこのガスってる感じで、明るくはなるけど、なんかよく見えないとかっていうね、可能性もあるので、まあまあ、雰囲気だけね、楽しんでいきたいなと思います。で、朝食につきましてはですね、もうね、予約済みでですね、明日8時半ということで、お願いをさせていただいております。レイ君のね、椅子もお願いさせていただいてます。で、プラチナステータス以上のね、特典、ということでご案内いただいておりまして、まあ、16時までのね、レートチェックアウトということでいただいております。で、5時から、19時ですね、17時から19時は、ウーバーというね、レセプションの左奥にありますバーの方でですね、一部屋、2名様まで、ハッピーアワーということで、まあ、お酒だったりとかもいただくことができる。で、10時から17時までは、ウーバーの方だとですね、コーヒー、紅茶等が、紅茶とかがね、無料で楽しんでいただくことができるという感じです。なんかね、今までの、記事とかを見るとですね、一応ね、上のね、31階にあります、イェンバーとかでも、ハッピーアワーっていうのがなんかあったみたいですけど、今日はひょっとするとカウントダウンパーティーもあって、ウーバーだけなのか、もう元より、ウーバーだけになってしまったのか、まあ、フロム11月1日みたいな感じで書いてあるんで、ひょっとしたら変更になってるのかもしれないですね。はい。で、あとはですね、冷蔵庫にあるエビアンのね、330ml の、瓶のね、お水だけ一応無料っていう形で、それ以外のね、お水は、無料なんですけど、1本だけね、大きいエビアンは、360ドルだったかな。台北ドルという感じでございます。で、Wi-Fi のアクセスだったりとか、まあ、朝食かポイントかって選べて、まあ、朝食をね、選ばせていただいたという感じでございます。はい。ということで、まあね、W 台北さんの方にお邪魔させていただいてます。まあ、さっきね、13時40分ぐらいにホテルに着いて、まあ、チェックイン手続きをね、させていただいて、まあ、ちょっとね、結構列があったなと思ったんですけど、まあ、よくよく考えるとね、チェックアウトの方とも時間がね、被ってしまってたので、まあ、列がね、すごかったのかなというふうに思いますけれども、まあ、それでも30分ぐらいでね、チェックイン手続きできましたし、もう14時にはね、お部屋に入ることできましたので、まあ、非常に快適に過ごさせていただいているといった具合でございます。まあ、今日はですね、夜、多分ね、この W 台北さんの中もかなりね、混み合ってると思いますし、カウントダウンのパーティーでですね、有料、別のね、料金プランで払ってる方は、リストバンドをつけてですね、多分カウントダウンパーティー、イエンバーとかで予約を取ってる方は、入ることができるような感じです。私はね、それは、まあ、レイ君もいることもあってですね、参加はね、できないような状況なんですけど、多分混んでると思います。まあ、外もね、かなり混んでると思いますんで、早い時間にですね、まあ、ちょっと夕飯を済ませて、こちらのホテルの中でね、ゆっくり過ごそうかなというふうに思います。ということで、ちょっとね、休憩したら、ちょっと散策の方に向かっていきたいなと思います。
はい、今ですねこちらプールがねあるウェットバーとかがねあるフロアの方にねやってきまして、こんなオブジェがあったりとか、台北101じゃないですけどね、ちょっと高い建物があったりとかしますけど、台北101はこっち側には、ね、見えないですね。で結構ね今肌寒いんですけど、1名の方がね泳いでらっしゃるという感じでございます。でウェットバーがねここまだ今営業はしてないんですけどね、ここにあるという感じですね。こちらがね、ウェットバーという感じです。まああいにくのね雨なんで、雨じゃなかったらめちゃめちゃね、いい感じなんじゃないかなと思いますけどね。こんな感じの、いい感じの雰囲気ですね。いい感じでですね、暗くなってきましたんで、ちょっとね館内の散策とですね、まあ、ちょっとね三越さんもありますんで、あちらでねなんか美味しいものをね買ってお部屋にね持ってきたいなというふうに思います。ということで向かっていきます。はい、ハッピーアーねもうめちゃめちゃ激混みですね。まだねチェックインも6時過ぎてますけど、まだチェックイン列が続いてますね。はい、ライトアップされてねまたかなりいい感じになってますね。はい、ウェットバーもねライトアップされてかなりねいい感じとなっております。かなりね夜景もいい感じになってますね。上のあの風船はカウントダウンで落ちてくるんでしょうかね。なんかめちゃめちゃ楽しみですね。もうどこも飲んだりできる感じで、お祭り騒ぎな感じですね。 DJ ブースなんかも出てますね。かなりいい感じです。はい、とりあえずね林大本さんの方で街をね、確保しまして、まあ、30分待ちぐらいなんでね、待ちて食べていきたいなと思います。はい、ということでですね、席の方に今ご案内していただいて、まあ約ね20分、25分ぐらい待ちっていう感じですね。はい、ということで結構ね頼んだので来るのはねちょっと待ちたいと思います。はい、続々ねこれから来そうなのでいただいていきたいと思います。じゃあね、とりあえずスペアリブ来ましたので、いただいていきます。あー、うまっ。甘辛で、めっちゃうまい。はい、そしてエビチャーハンと、レッツが最近ハマっております、もうエビ三昧なので、エビ炒めお願いしました。はい、そしてね、パイコーとかも来ましたね。すごい早いね、続々と来ますね。いい感じです。はい、そして豚肉小籠包ですね。ほんと続々とがっつり来ます。全然食べれません。はい、じゃあね小籠包いただいていきましょう。あったかいうちに。これはね危ないやつですよきっと。うん、熱っ、うまっ。うん、そしてパイコー。うん、うまっ。エビ炒め、まあ、続々と来るんでね、このまま食べ進めて、お部屋の方にね戻っていきたいなと思います。最高です。鶏肉の小籠包にはね鶏のマークが入ってます。可愛いですね。はい、そしてねカニ味噌の小籠包はカニのねマークが入っております。はい、結構ね食べました。最後ねあとデザートだけなんですけど、これでね残すはデザートですけど2827元っていう感じなので、どうですかね、1万3000円いかないぐらいかな。はい、台北101も上の方はねかなり見えづらくなってますね。花火見たいですね。はい、ということでね、リストバンドの方をね、いただけるということで、はい。パーティーのね、リストバンドでございます。いただいていきます。
はい、今ねロビー上がってきましたけど、かなりいい感じのねパーティーな感じになってますね。はい、これはなんかかなり盛り上がりそうな感じですね。楽しみでございます。ねすごいね、楽しみだね。はい、ということですね、今台湾の方はですね新年明けましておめでとうございますということでね、ライブをお届けさせていただきました。かなりね盛り上がってます。もうレイ君もねまだ起きてね元気な状況なんですけど、そちらのねライブの様子につきましては上の方にねリンク貼っておきますんで、よかったらそちらのアーカイブも参照いただければと思います。私はねまたこれから夜の、W 台北さんの中であったりとか、まあ、ちょっと外のね様子なんかをもうちょっと見ていきたいなというふうに思いますので、また明日のね朝食でお会いできればと思います。おやすみなさい。痛かった。ここ痛かった。痛かった。ぶつかった。おやすみなさい。はい、おはようございます。いやー、ぐっすりね眠ることができました。もう泥のようにね寝ましたね。今ね8時半過ぎたところでね、まあ8時半に、朝食を予約してありますんで、これからね、朝食会場の方に向かっていきたいなと思います。レイ君もね昨日夜中までねこう起きてて、今もね元気ですね。はい、ということで早速ね朝食楽しみだったんでね向かっていきたいと思います。はい、今ねレストランの方に行ったんですけど、31階のね方で食べてくださいということでご案内あったので上に上がっていきたいと思います。はい、ということで31階の方にね上がってきました。はい、31階、結構いい感じの雰囲気ですね。はい、なぜかね個室みたいなところにご案内していただきましてね、こちらでいただけるみたいです。めちゃめちゃいい感じです。こんなね感じの個室です。P101 もねこちらからだと綺麗にね見ていただくことができる。昨日ねこちらの会場ではプライベートパーティーねやってましたね。リンゴジュースねありませんでしたので、レイ君はねスイカジュース爆飲みしてました。スイカジュース美味しい。はい、そしてまあこんな感じでですね持ってきまして、レイ君にねお腹すいたみたいなんで食べていきたいと思います。あとはねこういったおかゆだったりとかヌードルね持ってきてくれましたけど、結構ね席が狭いので一旦ねこれで食べていきたいなと思います。レイ君美味しい。長いんだよね。はい、そうなんです。これね、めっちゃナイフとかフォークがめっちゃ長いんですよね。はい、意外とでもね、レイ君にはあげやすい。私もレイ君にね、感化されてスイカジュースいただきたいと思います。スイカジュース、うまい。はい、めちゃめちゃね食事美味しかったです。結構ね食べたので、これからジムに行ってですね、カロリー消費していきたいなと思います。こちらがねフィットネスで、こちらがですねスパとかね、はい、こんな感じ。そしてウェットっていう感じですね。はい、フィットネスは残念なことに今人がいらっしゃるんでね撮影ができないような状況でございました。
はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。まあやっぱりね、レセプションの階にありますレストランよりはメニューはね、少なかったですけれども、まあ十分ね、美味しかったです。はい。まあメニューをね、優先するんであれば、レセプションの階にありますレストランの方でね、満喫されるのがいいのかなというふうに思います。まあ今日はね、混雑していたっていうこともあってですね、なぜかね、31階の、レストランの方でよかったら食べてくださいということでご案内いただきましたので、まあ逆に言えばですね、イエンバーの方でですね、朝食を食べる機会というのもそうそうなかったので、まあいい経験にはなったのかなというふうに思いました。いや、最高でした。で、W ね、台北さんの方、まあ、初めてね、来ましたけれども、本当にね、この大晦日というね、日にやってこれて非常に良かったです。まあ、あいにくの雨だったんですけど、あいにくの雨だったからこそ、W 台北さんで良かったなというふうに思いました。なぜならね、もう本当に出てすぐもう花火が見れるので、これね、もう本当に昨日の雨の中でも相当な人いらっしゃったんですよ。あの中でですね、他のホテルの会場から、こちらのね、花火 見にね、向かってくるとなると、相当ね、帰りはね、混雑しますし、さすがにレイ君ね、連れて行くっていう、まあ、ここにいたとしてもね、連れては行かなかったですけど、連れてっていうのは、なおのことね、行けなかったので、まあ、お子様連れであっても、お子様連れじゃなかったとしてもですね、台北101のなんかイベントだったりとか、花火とかね、こういったカウントダウンのイベントであれば、やっぱりこの周辺のね、ホテル、まあ、知ってならもこの W 台北さんがね、本当にね、かなり、いいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、ただね、最上階の、お、なんかシリがね、反応しましたけど、最上階のイエンバーの方ではね、なんかプライベートパーティーみたいなのやっててね、利用ができなかったのと、あと10階のウーバーの方でですね、飲むこともできたんですけど、すごいですよ。一人ね、チャージ、お席代がね、3000元かかるんで、いくらだろう ?1万5000円くらいかかるんじゃないかなというふうに、すごくない ?1 万2、3000円か。ね、1万2000円ちょっとぐらい、座席料だけで、取られて、かつ、そこからね、オーダーするような感じになりますので、ね、ちょっと大変だなと思いました。はい。ということで、もう大満足なので、まだね、今朝食食べたばっかで10時過ぎで、今日はね、一応16時レイトチェックアウトなんですけど、まあ2時ぐらいにはですね、次ね、リージェント台北さんの方に向かっていければなというふうに思っておりますので、それまでね、ゆっくりさせていただきたいと思います。ということで、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がね、ためになった、参考になった、面白かった方、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただければ幸いです。あとね、概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいておりますので、情報のお見逃しがないより、こちらのチャンネル登録とベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただければ嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。明けましておめでとうございます。But then you came back with flowers, explaining for hours how you intend on winning me back.